にちは、リリナナです。今日はベーシックコットンでアラン模様の何にしようか、ポーチにしようか全然考えずにアラン模様を編み始めました。で、ベーシックコットンの白で編んでみたいって、アラン模様を編みたいって急に思って編み始めたんですけど、何に仕立てるかを全然考えてなくて、で多分ファスナーとかつけたらポーチみたく可愛いと思うんですけど、私ファスナーが苦手なんですね。すごくもういつも自分でつけるときもう適当につけちゃう感じなので、もう全然教えられないんですよ。だからどうしようかなって思ってるところです。コットン糸でアラン模様でもやっぱり冬って感じですかね。コットンだったら夏でも使えるかなってちょっと思ったんですけど、でもアラン模様ってなると冬のイメージが私の中であるから、どうしようかなって、夏本当だったら夏でも使えるものがいいよなって思って、なので今回はアラン模様はちょっとポイントっていう、真ん中とあと両サイドに少し、後ろも同じ模様なんですけど、ちょっと玉編みを今回メインにしてみました。でいつも使っている、私がアラン模様でアップしている動画でよく使っている、中長編みの代わり玉編みなんですけども、なんかいつもは3目なんですけど、ちょっとね3目だとぷっくり感が足りないかなと思ったので、今回は4目の変わり玉編みを全部に入れています。ちょっと玉編みしつこいですかね、どうかな。でまあとりあえず試作なので、出来上がってなんか微妙思ったらほどいちゃうかもしれないし、違うのを考えるかもしれないし、なんかいっぱい模様が入ってるともう編み図を作るのがすごい大変だから、どうなるかわからないんですけど、アップするかどうかが未定なので、まあ、アップしたらあできたんだっていう感じで、もう毎回そうなんですけど、見ていただけたらなと思います。まだね途中のものが結構あるんです。あのカゴのバッグを前にアップしたんですけど、アップじゃない、作ってる途中ですみたいな試作で、それももう今ね持ち手で行き詰まってて、持ち手をどうしようって言って、ちょっともうそればっかり考えててもしょうがないから、今はちょっと休憩中、それは置いといてまた別のものっていう感じで、でもなんかやっぱり12月はいろいろ忙しいから、新しいのを考えるのがなかなかできない。新作が生まれない、生まれる、考える時間がないっていう感じなので、ちょっとお話動画が多くなってしまって、つまらないかもしれないんですけど、申し訳ないなって思いながら、来年はまあゆっくりペースだけど、学校が始まったら、ちょっと落ち着いたらいろいろ考えたいなとは思ってるんですけど、
もうちょっと低くてもよかったかな。結構ね、小さめのポーチとか好きなんですよね。どうしようかな。やっぱりパスナ手縫いが苦手だからとかよくお話を聞くんですけども、そうすると裁縫上手とか、裁縫上手も私下手なんだよな。パスナーって言っちゃう。パスナーって難しいですよね。で、自分だけだったら、まあ、適当につけちゃえばいいやって思うんですけど、こう動画に撮るようになるってなると、ちょっとどうしようみたいな、教えられないしなとか、適当につけてくださいとも言えないしなって思いながら、で今回はちょっとまだお掃除が終わってないから息抜きっていう感じで編み物を軽くして、ちょっと休憩、お掃除の休憩の合間に編み物で、またお掃除をしなくては。もうね、周りのお家がねバタバタしてるから、なんかやらなくちゃなっていう感じになっちゃう。そんなにもう張り切ってやろうとは思ってなかったんですけど、あれ、なんかやらなくちゃいけない雰囲気みたいな。ちょっと一周だけ編んじゃおうかな。ベーシックコットンやっぱ疲れますよね、ずっと編んでると。で、新色も出たし、セールになったら欲しいなって思いながら、なんか結構買ってる方のを見たら綺麗な色だったから、うん、ちょっと気になる。やっぱり写真の色と実物を手にした時の色味って違うので、うん、でもまだいっぱいあるんだよな、ベーシックコットンが。よし、ちょっと小さい、なんか微妙かな、長さがもうちょっとちっちゃくてもいいかな、個人的に。ここいらないかな、ちょっと考えます。で、今回はちょっと短めの動画になってしまうんですけども、なかなか子供が冬休みだとゆっくり撮影できないので、ご了承いただけたらなと思います。でも私ももうお掃除お掃除とかだと疲れてしまうので、ちょっと休憩がてら編み物をするので、その時に軽く動画を撮れたらなと思ってます。では今回はこの辺で。リリナナでした。